ね、くまモンちゃんのとてもポピュラーな郷土菓子でもあるので、いきなり団子であったり、熊本の赤の代表格、ね、赤牛。これ赤身がとっても多くて、脂肪分が適度に含まれているお肉になっております。なので、とってもヘルシーです。赤身が多いので。そして、お肉の旨味っていうのがずっと詰まってるんですね。特徴はね、早くも調理が始まりました。そうなんです。今回、そう、赤牛のハンバーグ弁当っていうのもね、一つ下に、結構文化の私たちよくね、当然ご紹介させてあるんですが、かなり珍しいです。ハンバーグ弁当が来るのが。ね、じゃあ何個作るんですか？しかもあなた自分で食べようとしてるじゃん。絶対に。確実に。食べないですか？で、どうするんですか？出来上がったら、あ、いい匂いを嗅いで、あ、皆様にその匂いを そう、皆様にどうぞ、ね、振る舞っていく、なるほど、優しいですね、部長、ね、そう、ぜひね、皆さんにね、召し上がっていただきたいね、おすすめのね、赤牛のハンバーグ弁当であったり、赤牛のお弁当